笑顔になる魔法の言葉たち、ありがとう愛してる会いたい、あ笑顔になったバレー。はい、2月19日2月の松節テレビの放送が始まります。今日は、松節テレビの主題歌を歌っていただきます、あのジャーズの皆さんに松節町に来ていただきまして、松節町のいろんなところでジャーズの歌を響かせていただきたいと思います。はい、どうですか、はい、松節町最高。今日もジャーズで行きますので、今日一日頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の放送は松節テレビの主題歌を歌うジャーズを迎えて、松節町のあちこちで主題歌笑ってしまえを歌って、みんなで盛り上がっちゃおうという松節町パワーアップ計画なのです。えいえいおー。というわけで松節ツアーに出発したジャーンズですが、ちょっとだけ寄り道しちゃいました。それがここジャーンズお気に入りのパンがあるブランジアプレです。美味しいんですよね、アプレのパン。お米で作ったパンも絶品なんです。ここでアプレへジャーンズ流のエールを送りました。出ます。はい、すみません、はい、あ、よろしくお願いします。松節最高だ、わっしょい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 、松節最高だ、パンはここアプレ、アプレ。そして認定こども園こどもの森にやってきました。子どもたちの元気見られるかな。子どもの森に来てますけど、はい、久しぶりです。まあ、子どもの森、そうですね、この場所で歌ってましたね。はい、以前ね、みんなで園児の前で歌いました、ね、今日はじゃあ園児のみんなの、子どもの森のみんなの笑顔をいっぱい作りましょう。えいえい、おお、作ってます。あんまり映したらいけないんですね。これからちょっとミニライブやります。頑張っていきます。夏節最高。今日ここが子供のキッチンです。すごいですね。めっちゃいい。いいわ。子供のことでやってることをね、みんなで乾杯するっていうね。すごいですね。ちょっとこれ。ちょっと。あ、みんないるよ、みんな。子どもの森の皆さん、こんにちは。こんにちは。元気な声をありがとうございます。ありがとうございます。お兄さんたちは声だけで音楽をします。アカペラグループのジャーンズって言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。みんな声だけで音楽する人たち、アカペラって知ってる人？おー、知ってる。すごいね。すごいね。すごい、あ、下ろして大丈夫だよ。今日はあのアカペラを知ってる人にも、アカペラを知らない人にも、あの僕たちのアカペラを楽しんでもらえるように精一杯歌いますんで、2曲ぐらい、2曲歌いますから、最後までよろしくお願いします。お願いします。ありがとう。じゃあ1曲目はみんなハイタッチってわかるかい？ハイタッチ。イエーイ。ハイタッチ。ハイタッチ。イエーイ。イエーイ。これをいっぱいできる歌を用意しました。だからこの曲でみんな今隣にいるね、お友達とハイタッチしてみてください。ハイタッチ。イエーイ。ハイタッチできる？お兄さんたちもね、ステージの上でハイタッチするから、真似してやってみて、うん、ハイタッチしてくれますか？はい。ありがとう。元気だな。それでは聴いてください。Give me five という曲です。
一緒に楽しもう。一、二、三、四、五、ほらハイタッチしよう。はいはい。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。子供の森で It's so fine。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。Let's go, give me five。はいはい。さあみんな、こんな感じで一緒にハイタッチ、ハイタッチしよう。次はね、ちょっと数えてみよう。1つから一つ指さすな。二つ写真はピースサイン。三つ名前はスリーピース。四つはないから五つで。あなたが笑顔忘れたら、僕が笑顔見つけ出そう。ありがとう。先生方もありがとうございました。みんな今日はありがとう。バイバイ。ありがとう。ありがとうね。バイバイ。バイバイ。子供の森すごく盛り上がりましたね。はい、ジャーンズは次のライブ松伏町役場へとやってきました。次は松伏町役場で歌います。ジャーンズの皆さんよろしく。松伏町役場でーいや、素敵な拍手ありがとうございます。ありがとうございます。僕たちは北海道出身で今東京に住んでおります。はい。アカペラグループボーカルバンドのジャーンズと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それでは、サザンオールスターズさんの愛しのエリーという曲を歌います。聴いてください。泣かしたこともある。冷たくしてもなお寄り添う気持ちがあればいいのさ。俺にしてみりゃこれで最後のレイディエリー My love So sweet。二人がもしも覚めて目を見りゃ釣れなくて人に言えず思い
手だけが募れば言葉に詰まるよ。じゃあ恋は終わりね、エリー my love so sweet, エリー my love so sweet。 笑ってもっとビビれ、無邪気に on my mind、 映ってもっとベイビーの素敵になさい、笑ってもっとベイビー、無邪気に on my mind、 映ってもっとベイビー素敵になさい、みぞれ混じりの心のラエリー my love so sweet, エリー my love so sweet, no, no.見に来ていただいた方も、このこれから午後お仕事だっている方も頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。松伏町役場でのライブ、たくさんのご声援ありがとうございました。さて、ジャーンズはこの後、本当は沢田農園さんのアイスプラント収穫、それから松伏緑の丘公園のご紹介に移る予定でしたが、実はこの日すごい雪で行けなくなりました。というわけで、後日違う時に私たちがそのアイスプラントの収穫と松伏緑の丘公園の紹介の収録に行ってきました。ちょっとブレイクタイムということでご覧ください。まずはここ沢田農園です。沢田農園さんのアイスプラントのハウスに来ました。こんにちは。どうも。お世話になります。お世話様です。ご苦労様です。お願いします。お願いします。これがアイスプラント。はい。あ、すごい大きいですね。これ結構大きくなってますね。ねえ、はい、これ全部食べれるんですか？あの大きくなったのも小さいのも。これをつまんでね、ええ、食べるんですよ。つまんじゃっていいですか？いいですよ。硬い。硬いんですよね。ちょっとびっくりした、今。あのハサミがあるといいんですけどね。でもこういう小さいのできたら。すごい。これちょっと近くで見てください。つぶつぶ黄色い水滴のような。そうそうそう。粒すごい綺麗ですね。これがね、ちょっとかじっちゃって。食べてみてください。ちょっとしょっぱい。おいしい。柔らかいんだけどシャキシャキしてるんです。そうなんですよね。ねえ、はい、すごいおいしいです。
これもサラダでも何でも、うん、そうですね、うん、主に生で食べるんですか。そうなりますね、はい、本当に美味しいです。これがここと隣のハウスと両方あったんですね。ジャン好きたら喜んだのに、うん、残念でしたけど、またね、はい、毎年このシーズンに取られてるんです。9月に、うん、9月に種まくでしょ、うん、それこそゴミみたいな種なのね。うんとちっちゃい、普通の種よりうんとちっちゃい、小さいの、へ、うん、本当にこうやってやったら、ね、すごいね、こんななるんだから、うん、それがね、大きくなったら、うん、もう一回移植して、うん、それでここへまた持ってきて、あ、じゃあちょっと手間かかるんですね、うん、そうそうそう、ここ植えるまでね、そうそう、うん、これ花咲くんですか。あ、咲きますよ。種が出るってことは花咲きますよね、うん、咲きます、咲きます、へ、うん、だからこれ3月いっぱい取ってあれしてると、うん、もう4月5月になると赤くなってきちゃうから、これがここが今赤いじゃないですか、うんうん、こういうのがもっといっぱいそうそうそう、うん、なってきちゃうのね、うん、なんといってもなんか土がしょっぱいわけじゃないのにこんなしょっぱいものができるのがちょっと不思議だなと思って、うんうん、ね、そうなんだ、ね、そうですか。じゃあちょっとこれお土産に一ついただいて帰ります。はい、ありがとうございました。はい、ご苦労様です。続きまして、県営松伏緑の丘公園。ここは広い広場があったり、遊具があったり、小高い丘の上に展望台があったり、水辺で遊べるゾーンがあったり、とっても楽しめる公園なので、町外の方もたくさん訪れています。この奥の右手に今から行く、お山があります。ビルにして6階建ての建物の高さになってます。展望台です。緑の丘公園の山の頂上の展望台に行きます。なんか足元がふかふかしてて気持ちいい。今日は天気がいいですけど、この間ジャンズが登ってたら多分ここは滑って大変だったかなって思います。ちょうど今もうこれ7合目ぐらい、うん、だけどこんなに見晴らしがいいです。ほんとすごいねこの風景。まだ7合目でも結構高い。これ天気が良かったら筑波山も富士山も全部見えたらしいんですけど、今日は薄曇りで見えないです。残念です。すごい気持ちいいです。水辺の像も見えてきました。この休憩所があんなに小さく見えます。すごいね、気持ちいいね。気持ちいいね。疲れた。やっと来れた。疲れた？疲れた。疲れたね。待って、ヤッホーって俺。ここ気持ちいいよ。気持ちいい。ね。たくさんいます。ごきげんよう。ちょっと分かったかも。緑の丘公園いかがでしたか。
さあ、ブレイクタイムはこのあたりにして、松伏ツアーをやっているジャーンズのところに戻ります。役場を終えたジャーンズは次に蕎麦処桂さんにやってきました。ちょっとどうですか？めっちゃ最高ですよこれ。あれしーちゃん大盛り食べちゃったの？食べました、本当美味しかったです。これが大盛りをちゃんと最後まで食べるのは珍しいですよ。あねえ、あこれだ、本当に美味しかったです。良かったです。はい、ごちそうさまでした。ジャンズでこうアカペラで歌うと歌えるもんですね。練習しました。練習しました。じゃああと1曲ちょっと歌わせていただきたいんですけども、今の歌はすごい有名なカバー曲だったんですけど、次はちょっとこう自分たちで作った曲で、あの全国いろんなところでこの歌を歌わせていただいて、あの小学校中学校の年代の子どもたちから、あのこうお父さんお母さんの世代の方まで一緒にいろんな場所で思い出を作ってきた1曲ですので、一緒にもしよかったら聴いて少しでも歌っていただけたらと思いますね。よろしくお願いします。苦しいこと悲しいことがあっても笑って乗り越えちゃおうぜっていう、笑ってしまいたいので聴いてください。ワンドファンタジー、笑ってしまえ、泣くのは嫌だ、笑ってしまえ、生きてる証しさ、魔法の言葉たち、ありがとう愛してる、会いたい、笑顔になってきたね、青い地球、明日の夢探して、あなたが歌い集めたり歩いて行きましょう、あなたと初めにのこのように生まれた、桂さん、鴨の照り焼き、鴨汁そば、美味しかったです。ありがとうございました。さて、次にジャーンズはいよいよいちご狩り会場へとやってまいりました。いちご狩り来ました。はい、
いちごスタジアムです。改めましてこんにちは。こんにちは。今日いちご狩りしていただくんですけども、いちごの取り方なんですけれども、いちごがこうなってますので、いちごの方を持ってもらってひねるように取っていただくと簡単に取れます。はい。でいちごは一番先が甘くなってるので、ヘタの方から取って食べていただくと最後まで美味しくいただけると思います。普通に食べてもらえればと思います。はい。でミルクはおかわり自由になってますので、はい、スタッフの方にお申し付けいただければ注がせていただきます。はい、ご自由に食べていただければと思います。はい。まあ、30分間なのでゆっくり楽しんでいただければと思います。はい、はい、どうぞ早速入ってください。練乳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 練おーい、いちごさーん。なんだーい。あ、返事拒否。まつぶ最高。はい、ですね。おいしい。うん、おいしい。超おいしいです。ジューシーだからね。いやー、嬉しいなー。もうおいしいものばっか食べれて。こっちから食べるそうですよ。こっち、こっちじゃなくてこっち。うまい。うわー、おっきい。卵ぐらいあるね。大きい、大きい。あんまり大きくない。これすごい売り物みたいなイチゴですよ、これ。もうあのね、ジューシーなの。かわいそう、食べれなくて。すごい。めっちゃめちゃジューシーなの。すごいっす、これ。真っ赤。うん、綺麗な赤。同じ。すごい。豪快。でっかい。うまっ。でっかい。グー。ね。本当。取れました。わーお。めっちゃうまいっすよ。待ってください。もうそれ練乳なくても美味しいよ。あ、落ちた。ジュルって感じでしょ、うん、もうぐじゅぐじゅね。めちゃくちゃよかった。あ、トシ君のもすべっかい。この二人が、この二人が今セクシーに食べてくれます。じゃあセクシーにお願いします。かわいいね、こうやって飛ぶだけで。すごいかわいいね。いいんですか。いいよ。ビタミン C でしょう。じゃあこれ引かない。おお。綺麗。すごい並びそうな。みずみずしさが半端ないんだよね。すごいですね、本当に。うん、本当にジュース飲んでるみたいな。うん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 。おいしい。おいしいで、帰りたくない。なんや、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 なんや。弥生姫、めっちゃおいしいです。めっちゃおいしい。はい、どうぞ。みずみずしい。弥生姫、うまい。うまい。めっちゃうまい。うまいよね。ベニホッペジュースこうだもん。あ、俺これ好き。弥生。弥生姫美味しいよ。うまいな。美味しい。ベニホッペ。はい、はい。これからじゃあ何個食べたかをやりたいと思います。玉入れみたい。はい、1位。1位。はい、2位。28、29、30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 
皆さん、こんにちは。こんにちは。アカペラグループボーカルバンドのジャーンズと申します。はい、ありがとうございます。今日は、先ほどね、そばどころ桂さんに行って、はい、たらふく食べたんですけれども、いちごスタジアムでここでいちご狩りをさせていただき、いっぱい食べれました。美味しすぎて。美味しかったです。ありがとうございます。40個ぐらい食べたんですか？40個ぐらい食べちゃいましたね。優勝はね、クッションできなかったんですけど、お母さんがもう優勝しちゃって、本当に途中から出てきたダークブラックパスタが終わりましたけども、今日はですね、2曲ぐらいなんですけれども、ちょっとこのごちそうさまでしたという思いを込めて、ちょっとジャンルを知ってもらいたいなという思いを込めまして歌わせていただきますので、よろしくお願いいたします。それではサザンオールスターズ、いちごのエリー、いちごのエリー、いとしのエリー。二人がもしも覚めて目を見りゃ釣れなくて、一人えず思い出だけが募れば言葉に詰まるようじゃ恋は終わりね。エリー My love so sweetありがとうございました。ジャンでした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。いちご、大きくて、甘くて、ジューシーで、美味しかったですね。そして、いよいよ最後の訪問地、稲毛屋に来ましたよ。
では今日最後の訪問地稲毛屋の前に来ました。はい、いちご美味しかったですね。今日は最後ですからジャンズに頑張ってミニライブやってもらいます。はい、イナギャー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 イナ
私たちはいつも知らない歌わせていただいております。で僕たちはこの、何年か前、2年前ぐらいから、はいはい、あのこの駐車場でですね、あのフリーマーケット開かれておりまして、はい、そこの特設ステージで歌わせていただいて以来、はい、また来ることができました。本当に歌聴いてくれてありがとうございます。ありがとうございます。その時応援してくださった方も、今初めて立ち止まって聴いてくださる方もいらっしゃると思いますので、はい、ちょっと次の曲を通してメンバー紹介をしたいと思います。しーちゃんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。しーちゃんよろしくお願いします。はい、僕たち見ての通り5人組です。まずはそれではそれぞれね、一人ずつどんなことをしているのかとか、どんな感じで歌っているのかっていうのをちょっと紹介していきたいと思います。まずはコーラス2人いますけど、高い音と低い音います。まずは低い音を担当してますせいやくんです。拍手お願いします。 Always せいやです。そして次に Always 高いコーラス、高いコーラスを担当してます。せいや、彼がせいや。高いコーラスを担当しているのはひでくんです。拍手をします。ひで、せいや、ひで、皆さんに名前を覚えてほしくて、何度も言ってます。皆さんぜひ覚えてください。せいや、ひで、名前言うのは分かんない。せいや、ひで、いいですね。せいや、ひで、Always say ya, Hide. Always say ya, Hide. Always say ya, Hide. Always. はい。そして次に紹介するのは一番低いパート、ベース、ボイスベース。K、拍手します。K です。Always. K. Always. K. Always.せいや、けい、ひで、けいです。そして次に紹介するのは口でドラムの音を奏でます、ボイスパーカッションというパートのトシです。拍手です。トシちゃんです。けい、オンウェイ、けい、オンウェイ、けい、オンウェイ。トシ君は嫌われます。けい、オンウェイ、そして、ギャルの写真、医療ボーカルの言葉です。シーカー
歩こう続けて聴いてみました、はい、楽しいですか？ありがとうございます。お買い物、これからお買い物の方もいらっしゃるでしょうし、お買い物を済まされた方も今立ち止まって聴いていただき本当にありがとうございます。僕たちは北海道出身で今東京に住んでます、アカペラグループのジャーンズと申します、はい、あと1曲歌いますので、もしよかったらお付き合いの方よろしくお願いします。いろんなところで、次の歌を歌っていろんな方といろんなたくさんの笑顔でいろんな思い出ができました。だから今日はこの松口稲城屋でも素敵な思い出を作れたなと思って思い込めて歌いたいと思いますので、よかったら聴いててください。この口でドラムの音を奏でます、ボイスパーカッションにまして、よければ手拍子の方をお願いいたします。はいはいはい、苦しいことがあっても悲しいことがあっても笑顔で乗り越えていこうぜ、そんな曲です。聴いてください。笑ってしまえ。Thank you.
そう思うなら明日は変わる Hey 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 何しようで足しで足で待つ頃の目を仕込まれていたいそれを1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ほら、ハイタッチしよう 1, 2, 3, 4
four, five. Let's push that to each of five. One, two, three, four, five. Let's go, give me five. Ba 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 ありがとうございました。またこの松伏稲毛に来れるように歌っていきますので2月12日というわけで、松伏テレビの主題歌を歌うアカペラボーカルグループジャーンズの松伏ツアーが終了しました。皆さんいかがでしたか？いろんなところに行きましたが、松伏町の中でもこんなところがあったのかと驚いた方もいらっしゃると思います。私たちはこのミーライブツアーを通じて、人々の温かい気持ちとキラキラ輝く瞳に出会い、また次の一歩への力をいただきました。松伏テレビを歌ってくれているジャーンズの松伏テレビや松伏町へのエールも本当に素晴らしくてありがたかったです。松伏テレビ、これからももう少し頑張ります。さてラストに入る前に、ここで松伏町の3月に行われる数々のイベントをご紹介します。3月4日日曜日はブルットマーケットが松伏緑の丘公園で催されます。ブルットマーケットって耳慣れない言葉なんですけれど、大人も子供もペットも一つの場で楽しめ、これから羽ばたきたい、もっと飛躍したいクリエイターを集め楽しめる場所を作ってますって。雑貨や犬用品などいろんなものを売ってみたいですよ。ワンちゃんの散歩がてら覗いてみられたらいかがでしょうか。3月10日土曜日は松伏町にも大物落語家来たる。田園ホールエロラで林家正蔵さん、桂コナンさんの二人会があります。それにこの日はマギー志郎さんの手品もあるんですよ。なんとこのメンバーで指定席2000円ってアンビリーバボー。皆様ぜひぜひ。3月11日日曜日はフルトネ川アヒルレースがかがり火公園付近で開催されます。参加者はおもちゃのアヒルを購入し、フルトネ川に浮かべて競争させるんですって。上位入賞者は豪華商品がもらえるそうですよ。3月24日土曜日、25日日曜日は B&G 海洋センターでミニ松伏があります。ミニ松伏とは簡単に言うと子供だけの町。子供たちが町民になって仕事をしてお給料を稼ぎ、食事やショッピングが楽しめるんです。ミニ松伏では本当のお金ではなくパインというお金が使われるそうなんです。なんだかワクワクしませんか。私の子供の頃もこういうのが欲しかったな。皆さん、松伏町ではインターネットでも情報を発信しています。町色、Twitter、Facebook、マップメールなどホームページに載ってますのでご利用くださいね。そして皆さんはインスタグラムってやってますか。実は松伏町からも公式にインスタグラムをやってるんですよ。ハッシュタグ
松伏ラブをつけて投稿して町の魅力を発信しましょう。そして今現在面白い企画がありまして、笑顔の写真を募集するスマイルフォトコンテストというのがあるんです。町内在住か在勤在学の人なら誰でも応募できますよ。応募期間は9月30日までですから、時期を選んで応募できますね。投稿するときはハッシュタグ松伏スマイルをつけて投稿すると応募とみなされるそうですよ。ああ、私たちも応募しようかな。詳しくは町のホームページをご覧ください。今回はイベントとお知らせと盛りだくさんでしたね。今後は毎月番組のラストで近づいているイベント情報をお伝えするようにしますね。では本当に最後に、1月21日に行われました松伏町新春ロードレース大会の様子をお伝えしながらお別れしたいと思います。皆さんさようなら。おはようございます。おはようございます。ただいまスタートいたしましたのは小学校5、6年生の部員。ほら、日中頑張れ、13、14、15、15分18、19。はい、グリーンメンジャー頑張れ。はい、1位だ。おー、素晴らしい。ウキで1位。はい、松伏町楽しく走ろう会の皆さんです。なる魔法の言葉たち、ありがとう、愛してる、会いたい、あ、笑顔に頑張れ、青い地球、明日の夢探して、あなたの誕生日を思い出す場所から歩いて行きます。始まりの言葉のように人生はいつもと思えば明日も変わる。 Hey, hey, hey! 走れ走れ走れ、つまずき転んで落ち込んで、それでもほら起き上がれば果てしない道が続いてる。苦しんだ分だけ人は学び強くなる。そう言い聞かせて明日へと走り続けてゆくのさ。泣くのは嫌だ、笑ってしまえ。